こんにちは、笹マックです。盛岡市には町名っていうんでしょうか、内丸とか中央通り1丁目とかっていうのが956あります。今回はこの中央通り1丁目、中央通り2丁目とかはもう一つの中央通りということにして、159の町名、こちらをくじで引いて行き先を決めたいと思います。くじはこのように印刷をして5個一気に引きます。盛岡市広いので行き先のパスは5回までパスをしていいというルールでいきたいと思います。で、くじなんですけど、ちょうどいい袋がなかったので、ちょっとこのコンビニの袋でくじ箱代用したいと思います。ではここから5個引いていきます。まず1つ目はじゃじゃん、大技ババ。次2つ目です。大技長い。3つ目です。はい、仙北町。で、次が上クリア川。何個引いたかな、 1,2,3,4 あと1個です。次が仙北。ちょっとこの大技ババすごい遠かったので、これはパスということでもう1個引きます。これにしようかな。順番が土淵、上クリア川、仙北町、仙北、次が長井という順番で回りたいと思います。信号回るみたいです。これ住所上クリアはあってなってるな。上クリア川これから行くとこじゃなかったっけ。土淵入りました。土淵と上クリア川が OK なんで、次はどこ。
とりあえずどっかに泊まってカーナビを入れたいね。泊まれる場所はない。滝沢市になってる。あら、これ戻んなきゃないよね。右から行けるのかな。せっかく効率よく回れたと思ったのに。あらら、こう滝沢市だよ。まあ、5つ引いて2つクリアしたんで、今あとの残り3つ。どうしよう、時間まだ2時間くらいあるし、あと2つ引いちゃおうか。2つ引いたのが吉と出るか凶と出るか。追加で2つ引きます。東黒石のちょっと場所調べます。ルートが東黒石の松尾町、仙北町、仙北、長井、この順番で行きたいと思います。
現在3時10分。回れんのかな。